スケートボード競技パーク女子金メダリスト四十住さくら選手です。同じくパーク女子銀メダリスト平木心那選手です。はじめに四十住選手、平木選手よりメダルを獲得して一夜明けた感想をお願いいたします。四十住選手お願いします。まだ夢みたいな感じで金メダルを取った実感がまだないです。ありがとうございます。平木選手お願いいたします。まだなんかオリンピックがすぐ終わっちゃったので全然実感がないです。お二方にお伺いしたいんですけれども、改めてこうオリンピックの大会舞台っていうのはどういった舞台だったでしょうか。では四十住選手からお願いいたします。本当に夢の舞台だったので、そこで緊張せずに自分の滑りをできたことは嬉しかったです。ありがとうございます。平木選手お願いいたします。オリンピックの舞台で自分の滑りをしっかりできて、それで銀メダルを取れてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。じゃあその今のお隣の方お願いします。すいません、朝日新聞の照屋と申します。お疲れ様でした。四十住さんと平木さんにそれぞれ伺いたいんですけれども、今四十住さんがまあ緊張せずに自分の滑りができたということとか、まあ、平木さんも自分の滑りができたっていうことなんですけど、そういうなんかオリンピックでもその自分の力を緊張せずに発揮できる要因みたいなものを自分で考えて何かあれば教えてもらえますでしょうか。四十住選手からお願いいたします。もう自分の決めたルーティーンを乗ることだけ考えてたから緊張しなかったと思います。平木選手お願いします。オリンピックを楽しんでやっていたからだと思います。よろしい。あまりオリンピックが特別とか他の大会とは違うみたいなことっていうのは思わないものなんでしょうか。すいません。四十住選手お願いします。いつもの大会より大きなイベントっていうのは分かってるんですけど、でもなんかあんまり緊張しなかったです。平木選手お願いします。すごい大会だっていうのは分かっていたけど、いつもの大会より本当にオリンピックは全然緊張していませんでした。イギリスのスカイ・ブラウン選手が同じ表彰台に立たれましたけれども、彼女が同じ表彰台に立ったということに関してどのように感じられましたか。お二人の意見をお聞かせください。四十住選手からお願いいたします。私はスカイとアメリカで一緒に練習したり一緒に遊んだりしてたので、一緒に表彰台に立つことができてすごく嬉しいです。平木選手お願いします。スカイとは大会で会った時に喋ったり遊んだりしていたので、一緒に表彰台に上がれてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。はい、お願いします。あともう一つ聞かせてください。大会中すごく他の選手と競技中もすごくこう励まし合っているようなシーンが見られましたけれども、そういうことに関してすごく楽しんでいる様子が、励まし合っている様子が印象的でしたが、普段からそういうことを務めてなさっているんでしょうか。四十住選手お願いします。いつも失敗してもノーミスで決まってもみんながハグしてくれるので、私もみんなにハグして楽しくやってました。平木選手お願いいたします。いつも大会とかではなく練習とかの時も一緒にみんなで応援したり励まし合ったりしているので、そのいつも通りやってみました。お二人に質問です。金メダルと銀メダルを獲得されて、これからしばらくお休み入るのかなと思うんですけれども、今お二人今これから何をしたいですか。休みたいのか、どこか遊びに行きたいのか教えてください。四十住選手からお願いいたします。私は家族と旅行に行きたいです。平木選手お願いします。北海道でいつも一緒に
スケートをしている人たちと遊びに行きたいです。すいません、続けてもう1点伺わせてください。その上でお二人にまた伺いたいんですけど、今後 の目標を改めて伺ってもよろしいですか。今後の目標は、まあ、今までと変わらずスケートボードを楽しんでパリオリンピックも出れたらいいなと思ってます。平木選手お願いします。パリオリンピックにも出て、しかも世界一かっこいいスケーターになって自分のシグネーチャーモデルを出したいです。お二人にとってスケートボードはどんな存在ですかという質問です。四十住選手からお願いします。彼氏です。大切な宝物です。本当にスケートボードが大好きなので、もうずっと24時間ずっと乗ってたいぐらいなので彼氏です。平木選手は、日本人最年少でのメダリストなんですけれども、そのご実感というかありますか。平木選手お願いします。全然ないです。ちなみにその記憶に残ってる中でのオリンピックの大会であったり選手とかっていらっしゃいますか。みんなすごいあのパークをよく使っていたので全員すごい印象に残ってます。あとお二方に聞きたいんですけど、その日本のスケートボードのこの今大会の活躍はどのようにご覧になっているかと、日本の強さっていうのはどういったところなんでしょうか。四十住選手からお願いします。やっぱりみんな毎日練習頑張ってるから、こういう金メダルという結果につながっていると思います。平木選手お願いします。みんな楽しんで応援したり励まし合ったりして練習しているから、このような感じになったと思います。のカメラの方にスタッフが手を振っているところ分かりますかね。あそこに目線をお願いします。一番後ろで、はい、そしたらそのまま目線を左に、一番左のカメラにお願いします。一番左から順々に右へ